ゃ頑張ってるよ。雨やばい。俺本当はフォワードやりたかったんだよな、一生懸命シュートとかさ。なのにな、監督にサイドバックやるって言われたからさ、全然攻めらんねえ。あれ？あれ？あれ？あれやん、サイドバックって別に攻めてもいいんやん。そうだ、じゃあ攻めちゃおう。サイドバックにパス、へいへいへい、オッケーナイスパス、オッケー、来て来て、シェアカウンター、カウンター、いくよ。うわー、マジかよ。はい、いけいけ。惜しいな、もうちょい左だ、右か、もうちょい右だったな。オッケー、次決める、次決める、頑張ってこ、頑張ってこ、決めるから。おい、サイドバック戻ってこいよ、お前ディフェンスライン薄くなんだろ。おい、戻ってこい、はい。のシュートマジで惜しかったよな。お前が戻ってこねえから点数取られたじゃねえかよ。はい、こっち、パスパスパス、あー、ごめん、ナイスパス、追いつけなかった。2回抜いたのにな、シュートまでいけねえな。オッケー、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 おい、追いつけねえじゃねえよ、シュート打てたろお前、シュート打てよ。追いつけねえじゃん今の、鈍足なんだからさ、もっとさ頑張れよ。めっちゃ足振ってたら見てたよ今お前。振れてねえ、振れたら前出るもん。じゃ出ねえじゃん俺は。3対2、残り時間5分、ここで決められたら同点になってしまう。絶対止める。止めるぞ、止めるぞ、止めるぞ、盛り上がれ、盛り上がれ。うわ、やっべえ、 PK だ、くっそ、これ決まったら同点になっちまうじゃねえか、くっそ。おうるせえ、黙ってろこの野郎、せーな、マジでよ、下げんなよ。おい、うるせえぞてめえら、下げんな。おい、来れるもんだって来てみれ、おい来いよ、うるせえな。うわ、おい、おい、あいつどこにでもいるな、さっき守備もやってたぞ、まるで2人いるみてえだ。パスパス、あ、まずい、
ねんで、ボケっとしてよ。え、お前もっとさ、あいつがいるとこ顔出していけよ。顔出す、お前どんどん顔出せよ。顔出す、もう動け動け、マークつけ。わかった、顔出す。ああ、じゃあ前半戻った人トイレするか、早くやんないとな。早く戻んないとあいつらかな、マジで。こんにちは、僕らポンコツライダーズ。こんにちは、先輩の指示で顔出せって言われたので顔出しに来ました。じゃあもう顔出すだけで、すいません、失礼します。あー、試合終わった、ギリギリ勝てたわ、よかった、疲れた。こんにちは、先輩に顔出せって言われたので顔出しに来ました。では顔出しただけなので、さよなら。あいつどこまで顔出しに行くんだよ。サッカーって戦場なんでしょ。そうだよ、とんでもないから。秋田向こう、公式戦で出たときあったんだよ。はい、公式戦で出たときあったんだよ。ないです。なかったないんだ。高校3年生夏の最後の大会、ベンチ、ベンチだった。理由なんでしたっけ。1週間前に遅刻しました。遅刻だ。あ、それでも最後の最後出たの何でしたっけ。ラスト5分で出て1点逆転されて、あ、1点同点になって PK 戦になって、さあファーストタッチが PK 戦、決めました。おお、決めたんだ。決めました。メンタルだ、素晴らしい。だいぶ強面だな。で後輩が外して負けました。負けたんかい。たまと細かく言うと、最初のフィールド出た時のファーストタッチヘディングだった。ヘディングだった。足使ってない。足使うスポーツなのに。頑張ったのに、わざわ遅刻のせいで。こいつというか、遅刻してこいつが出ないチームメイトがかわいそうだよ。スタメンだったんでしょ。はい、一応チームがかわいそう。チームがかわいそうだよ。確かに。そのせいで負けた可能性あるよ。って全然ある。お前が序盤から出てたら本当は 2J 勝ったんじゃん。じゃあ全然あるね。ああ。でも 1-0 で勝ってて、俺が出た瞬間にコーナーキックで逆転されたから。ああ、同点になったから。お前が入ったせいやん。でもマーク俺じゃなかったからさ。出るなよお前、本当もうなんかね、その日も遅刻してこいよ。最後の最後で出してもらっちゃった。はい、じゃあ向こうで。おい、おい、来て、大丈夫か。大丈夫か。やばい、やばい。秋人があの痛いは痛いよ。ごめん、大丈夫か。ひねった。ごめん、踏んだ、踏まれた。ああ、多分こうやって踏んだよね。ここね、絶対そう。くるぶし、こういうか、こうやって行った時にこうやった。こう寝た。そして痛い方、捻挫の方。痛みの打ち消し合いで治ったよ。何飛ばすかお前は。竹山で辛いんだよな。まただ。あ、ボールが当たったの。同じとこ。ああ。蓄積ダメージ。蓄積だから、もうここやめて。蓄積。多分赤さんのデコピンでも痛い。カミキリムシ。カミキリムシ。お、カミキリムシじゃね？本当に絵がすごい。すごい。これレア。これレアじゃない？なんか。これやっぱやっぱ夏っぽくね。しょっぽく長っ。蹴っていい。お前やめろ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 。これ触ったらやばい。これ触ったらやばい。いや多分大丈夫だと思うけど。噛まれたね。お前虫業界から離れて。うわ、もう虫の大群に。わあ。虫の大群に。うわ。ついてる。おっしゃ。なんかかわいそうに。お前マジ虫業界が戦える。かわいくね、なんか。かわいそう。あ、寿命が2年縮まって、お前のせいで。ごめんね。アキトってやつが悪いかんね。やってくれ。お疲れ様でした。お疲れ。いや、お疲れ様でしたよ。いや、お疲れ。いや。でですよ。
お疲れ様でした。お疲れ様でしたですよ。お疲れ様でした。気づくことはないんですか。気づくこと、気づくことないんですか。アキトはもう3秒で気づいたね。髪切ったね。遅いよ。本当や、半日経ってるよ。遅っ、お前ら。え、来てすぐ見えた。え、もう車のすれ違うぐらい多分気づいたと思う。一瞬だよ。すごい。いや、俺会った時はもう帽子かぶってたよ。いや、もう帽子かぶって言われた。すごい。遅いね、君ら。すごいわ。マジ俺人にさ、人の変化に気づけない男ナンバーワンなのよ。マジで。いや、わかる。全然気づかなかった。でコバも結構気づく方だよね。俺髪切ったりしたらさ、違う髪切ったのって言うじゃん。ちなみに髪切ったじゃなかったか、髪染めただから先、通り越してるから。染めたん。染めました。染めたん。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、髪切ってる。はい、じゃあ締めてください。日本一のスポーツ系 YouTuber 目指して頑張っております。はい、なのでチャンネル登録のよろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ジョリー、今日も見てくれてありがとうございました。強弱面白かったな。明日の動画は流し打ちのみの活躍対決、タテツも参戦、セイロー最高。